皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回もバーンファインダーズですね、デモ版やっていきたいと思うんですが、あれからいろいろツールですね、フラッシュライトとか、ここら辺安かったのでとりあえず購入してみました。これ壊せんのかな。あ、消えるなるほど。あー、これで消せるのか。まあ、ここら辺ゴミですもんね。あ、拾った。これ材料になるのかな。はい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 。あー、これいいですね。これ壊しちゃっていいのか。これ鶏も取れんの、もしかして。あー、鶏鶏は鶏は置いとくか。え、死んじゃった。嘘。鶏死んじゃった。おじさんに渡しとこう。斧でやっちゃったのかな、鶏。で、あとは、この銃か。これでいろいろ変えられるんですよね。これもいいですよね。こんな感じで。カスタマイズ性もな、結構ある感じですね。とりあえず、あ、鶏落ちちゃってる。おじさん、これ、持っといてあげて。まあいいや。移動しましょうか。ここですね、ブリッジストレージ。これで買っていかなきゃいけない。はい。移動するのに結構お金かかんな。あ、来ましたね。橋の下にある倉庫街か、ガレージですね。はい。来た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 。オークション形式ってこと？はい。これでオークションやってみるか。Do you want to start the auction? はい。あ、600ドルくれた。どうやってやるんだろう。この、なよ。あー、なるほど。いくらでこのガレージを落とせるかか。はい、F。あ、タイムレフト書いてあんな。はい、はい、625、525ドル。よーし、決まった。なるほど、高っ、525ドル。まあ、おじさんから600ドルもらったから、一応、予算内には収められたか。ああ、それでこのガレージ、これ全部オークション形式で買えるってことか。わあ、すごい。ああ、でも運ですね、完全に。何が入ってるかわかんないわけですもんね。よし、じゃあ、お金になりそうなものを取っていくか。あ、エンジンとかある。はいはいはい、いいですね。とりあえず、これは壊していくか。あ、いいですね。中も見て。リサイクルできるものはリサイクル。ん？なんか手に入れたな、今。これも壊して。あ、なんか出てきた。バネか。はい。あ、いいですね。これだいぶいい感じだぞ。エンジンは、ま、持って帰るものとして置いとくか。とにかく、500ドル以上売り上げないとな。あー、ここら辺もあれか。で、あとは下かな。あ、ポスターだ。ルート666。あー、すごいですね。地下もある。これも壊して。あー、動く？あ、なるほど。ヒューズを入れてなかったのか。はいはいはい。おお、え、ジープがある。
いやー、150ドルかかんだ、このジープ動かすのに。これ持って帰りましょう。高いけど、売れるでしょう。車も、レストアできんの修理用のやつが必要ですよね。あ、タイヤだ。はい。あ、ホイールがある。これ車用か。ハンドル、バルブこれ。あー、カーラジオかな。特になし。車のバンパーか。でもこれ全部は持って帰れないか、今回は。これも売って。あ、まだ下にあるぞ。結構、広いですね。わー、これは、欲しいな。160。ガソリンスタンドの給油機ですよね。燃料。あ、この奥なんかありそう。あ、これもバイクのあれか。はい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 。これも置いとくか。なんか自宅にもあったんですよね。あとは下か。これも壊して。あー、すごいすごい。あ、これか。エンジンあった。目当ての品ですね。これはダメなんだ。はいはい。これは送んなきゃダメですね、もう。あ、結構持って帰れんのかな。あー、飲み物か。この冷蔵庫は持って帰れないんだ。あー、なんだこれ。テレビですね。壊れてる。なんか直す場所もあるんですよね。ただそれもお金かかるからな。あー、またタイヤがあんな。そういえばトイレットペーパー今回まだ見つけてないですね。はい、これで壊して、あ、ここにもある。はい、ゲット。あとはタイヤか。これもそのままジープに使えるってことですよね。150。まずこれは持って帰るか。150ドルかかるけど、高っ。これ全部持って帰れんのかな。これは持って帰りたい。これ持って帰って、これもバイクのパーツだから持って帰りたい。これか。テレビですね。これでほぼ全部かな。はい。オールアイテムコレクテッド。いけるってことですね。一回で。OK かな。あ、これもやってくか。ちょっとでもお金が欲しいんで、これ修理用に使うのかな、このパーツは。ひどい。勝手に壊してってるけどいいのこれ。あ、トイレットペーパーの音がする。この奥だ。あった。ここでも見つけましたね。よし、じゃあ帰りましょうか。あー、なるほど。トイレ行くの？まあいいですね。お金がすごいかかったけど。おじさんに全部運んでもらおう。これいる？直す施設をやんなきゃいけない。オープンさせましょう。300ドルか。高っ。でもこれがリペアなんで、これはやんなきゃいけないな。こういって。あ、連射か。連射すればいいんだ。これで、あー、なるほど。これで今まで拾ったパーツ類が必要になるのか。あと、ここ。OK。はい。
これはなんか高く売れそうだな。すごい綺麗ですね。よしよしよし。あ、160ドルからいいですね。組み立て施設も解除するか。高いんですよね。これはもうそのままでいいのかな。1500なんだ。これも売れる。1500か。200、あ、200だからいけるか。はい。ここは、こんな感じで、はめ込んでいけばいいだけか。あと、テレビもありましたよね。テレビ先直しちゃうか。これこれこれ。これも売り物なんで。木。木がいっぱいあるからな。はい。これも売りましょう。これもレトロな感じで結構いい値段で売れそうだけどな。これは大きさはビッグですよね。80ドル。あー、他のも。あ、これでいろいろ見れるんだ。いろいろあんな。金庫とか。まあ、まずはバイクか。このバイクをやっちゃわないといけないですね。あ、できた。おいで。ああ、あ、もう売れんのかこれ。あ、ビッグのところ売れる。特に掃除きれいにしなくてもいいのか。ああ、いかん。入れるのが大変。こうか。ここで売れんだ。おお、600ドル。これ高く売りたいな。これ目玉商品にして、他のを安売りして評判上げるか。これで売ってくんだ。あ、でもいい値段すんな。80ドルすんだ。はい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 。これはここの棚のはもう全部安売りしちゃいましょう。で、このバイクは結構値段上げた方がいいと思うんだよな。とりあえずこんなとこかな。よし、じゃあ売ってきましょう。オープンですね。これだな。目玉商品はこのバイクとジープですね。それをいかに高く売れるか。さあ、最初はどこに着くかな。あー、来た。55ドル。なんだこれ。何買おうとしてる。まあ、これは売っちゃうか。はい。あ、そっち側か。そっち側に来たのか。この人じゃなかった。これ誰。ここら辺の棚のものはもういいねで売っちゃおう。それで、あー、いっぱい来た。30、だいぶ買い叩いてるけど、まあタイヤ類はいいでしょう。これはこの人か、見れないのか。24ドルなんだ。あ、ハンドルですね。じゃあこれも売っちゃいましょう。はい。そのまま売ってあげよう。あ、あ、宇宙人。あ、宇宙人来た。タイヤが欲しいんだ。はい、売りましょう。喜ばせよ。あ、来た。あ、あー、いいですね。それ150、195で買ってくれるの。優しい。この人気前いいな。最初からこう値段高い人はいいな。そのまま売っちゃった方がいいですね。どんどん棚の商品は売れてますね。こっち側のでかいやつは全然売ってないな。それ100、160はちょっと安いな。一回、うん、あー、そんな上げてくれんの。はい、売ります、宇宙人。さあ、次何来るか。あ、テレビ。まあ、この人ちょっと感じが悪くなってるの。もう売っちゃいましょう。はいはい、グレート。一気に全部売らなくてもいいのか。あ、何これ。ああ、キック。泥棒ってこと。なるほど。
ほど。だから評判上げてから高いものを売りたいときは、全部出さなくてもいいんだな。そこら辺の駆け引きができるわけですね。50、あ、いいですね。売りましょう、即。そんな高く買ってくれんの？ やっぱこの大物はなかなか買ってくれない。あ、やっぱこの人気前いいですね。80ドルのものってどれだ？あ、これか。あ、全然 OKOKOK。全然 OK ですね。あとこの2つかな。バイクは次回でもいいな。あ、バイク来た。ダメ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 。それは厳しいな。一度これで、あはは。ダメだ、ちゃ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 。これちょっと下げるか。ちょっとこれダメ。これ売り物にしたくないですね、今は。申し訳ないけど。それ売り切ったら、あー、まあそれはいいでしょう、はい。これは次回だな。あ、やばー。はい。まあ安いけどいいでしょう。はい。よし。店じまいにしよう。はい。なるほど。ただ単に売ればいいってわけじゃないんだな。とりあえず、これは、ここ置いといて、一回しか来なかったですね。バイク買いに来た人。俺も全然来なかったな。やっぱ大物はなかなか売れないわけですね。小物をどんどん持ってきたいな。なんとなく分かってきた。よし。この調子で頑張りましょう。